んにちは。近畿エリアのウェザーニュースアップデートです。今朝は雲が多く雨の降ったところがありました。兵庫県神戸市のラズベリー神戸さんからは、雲の切れ間から青空が覗いている写真と一緒に、やっと雨も上がり、隙間から太陽さんが顔を出してくれています。青空もなんとか見えて清々しく感じます。早くすっきり晴れてほしいです、というウェザーリポートをいただきました。一旦雨が止んだところがあるようですが、このまま天気回復に向かうのでしょうか。最新の予報を見ていきましょう。北部は昼間も雨が降りやすく、すっきりしない天気が続きます。中部、南部では午前中雨の降ったところも、午後は太平洋側ほど天気回復に向かいます。天気が回復しても冷たい風が強く吹くため、冬のような寒さが続きます。日差しの少ない北部ほど寒さが厳しくなりますので、手袋やマフラーで防寒対策をしっかりしてお出かけくださいね。次回の更新は夕方の予定です。それでは、ウェザーニュース。